年に平成15年から小赤みこしが加わりました。小学4年生から中学3年生がみこしを担ぎ盛り歩きます。私は揃いの発表を着て東北を盛り上げようと力いっぱいみこしを担ぎます。強さや日本、頑張れ東北、頑張る松坂を掛け声に、東日本大震災支援をテーマとして、宮城県から招いた子どもたちも一緒にみこしを担ぎます。誕生日を迎えた仙台市の小学生が一人いました。会場に集まった観客と担ぎ手らみんなが調査への掛け声で誕生日を祝いました。宮城県の子どもたちに話を聞きました。宮城と松坂の絆を固く結ぼうと元気な掛け声が街中に響きました。